はいどうも、ティームイルミネーションファンタジーです。今日はですね、アトリの撮影をしております。木はね、ハシバミの木にね、ハシバミの実がなってるので、それをね、食べてる動画になるんですけれども、まあかなりね、高いところにハシバミの実がなってるんで、まあこんな感じの動画になっております。まあ動画の焦点距離で言ったら何ぼかな、200ミリから300ミリぐらいで撮影したんかな。やっぱ手ブレがあるんでね、どうしても600ミリを手持ちで撮影するっていうのはなかなかできなかったんで、まあ引きでね、200から300ぐらいの間で撮影してみましたという感じなんですけれども、まあこんな感じで追っかけちゃうとね、こんな感じで結構画像がゆら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 しちゃうなっていうのが、そんな感じです。まあ三脚ね、使ってね、撮影したかったんですけど、こういう時に限ってね、三脚はいつも持ち歩いていないっていうのがね、まあ嘆かわしい感じではあります。はい、ここからはね、写真になります。まあ写真はね、600ミリで撮影しております。そうですね、先ほどのように結構高いところでね、ハシバミの実を食べてたんでね、なかなか被写体距離が結構遠くて、なかなか撮影が難しかったなって感じがしております。でアトリのね、オスに関しては顔が黒くて目が黒いっていう感じの鳥になってますので、ちょっとこういったね、被写体が遠いとですね、光の当て具合とかね、まあちょっと解像感がね、ちょっと上がってくれないと目が綺麗に写ってくれないので、なかなかさっきの写真のように顔と目がね、色真っ黒に、ね、なっちゃってるなっていうような写真になってしまいますと、まあ、編集とかでね、ちょっと、やれば少しはね、見えるようにはなるんですけれども、まあ今回はノー編集、無修正っていう形でそのまま上げてみましたっていう感じですかね。まあまたね、チャンスがあれば撮影したいんですけれども、まあアトリもね、そろそろ北の方に行っちゃう鳥なんで、まあ、チャンスがあればね、また撮りたいかなと思います。ではね、また次の動画でお会いいたしましょう。